ロンドン島のヘンリーパスーの鎧ォートネルソンの火宝、展示ロイヤルアーマリーズは、イギリスの国立武器防具博物館である。イギリス最古の博物館であり、世界的に見ても最も古い博物館の一つである。また、重火器、武器防具、火宝で構成されたコレクションは、世界でも最大規模である。歴史的に、本拠地はロンドン島であるが、 今日では3箇所で展示されている。ロイヤル・アーマリーズは、元は王のための鎧製造に携わっていたロンドン島に、昔からある機関の一つである。アーマリーのオフィスは、15世紀半ばにロンドン島で王の秘密の洋服ダンスとして知られていた部門から成長した。1423年からロンドン島のホワイトタワーで、君主や軍の鎧の製造の責任を担った。 それは、銃器の責任を持っていた兵器局と並んで機能していた。アーマリーは、儀礼用の装飾鎧を製造していた、グリニッチアーマリーやウーリッチ、ポーツマス、ダ・宮殿等の倉庫や工房を監督した。1545年に、ロンドン等でコレクションを見るために訪問した外国の高官が、見学料を支払ったと記録されている。 チャールズ二世時代には歴代の王の鎧を木馬に乗せた王の系譜や拷問の道具などを含む常設公共展示が行われイギリス最古の博物館となった。17世紀になると槍や鎧はスタレ軍用兵器が台頭し、それらの開発は兵器局で行われるようになった。そのためアーマリーズは博物館として組織を維持し、その拡大を図った。 1995年には、火宝コレクションの多くが、ハンプシャー州のフォートネルソンに移され、翌年に、リーズに新しく王立文具博物館が開設された。ナショナルヘリテジアクト1983は、アーマリーズを文化、メディアスポーツ賞の支援を受ける、政府外公共機関とした。ありがとうございます。